そう、結構ね、ドマン派の人が多くてね、スペックの、まあ、要は頭でっかちな人の方が、まあ、案外少数派で、そうかもまあ、し女れない。性の方も含めて、やっぱりね、人はね、美しいっていうものを見て、そこでこう心が衝動的に動くわけですよ。そうですよね。そう、だからやっぱ美に働きかけてほしいと。いいですバンさん、ね。バンさんも多分その派だとそ思うでうんすですよ。ね。GH4 買った時も、ね、理屈でこれはスペックがこうだからとかっていうふうんじゃなくて、やっぱり、ああ、これはすごいいいなっていうものそうでです。見せられて買ったんだそうとです。思うんそでれすよ。も一人や二人じゃなかったんですね、GH4 そうので場ですよね。そう。はい、皆さんこんばんは。今日は9月19日の月曜日ですね、10時16分です。今日は一眼動画についてのトーク、こちらはですね、サブチャンネルで初のね、トークになります。とはいえ、58回目になりますね。本日はですね、ゲスト2人をお招きして、パナソニックから今日発表になった、海外でね、発表になった GH5、こちらについて、まあ、気になるスペックとかね、その辺どうなったのかというところを、お聞きして、いきたいと思います。パナソニックといえばですね、まずは、坂東さん、お越しいただきました。こんばんは。どうも、こんばんは、坂東です。よろパしナくお願いソしまニック、す。いろいろとね、ちょっと今日スペックについて、まあ、お聞かせいただけたらと思いえ、いそんまな、す。詳しいわけでも何でもないんですけど、とりあえず今、GH4 を使っておりましてですね、少しでもお役に立てればとそうです思ね。います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、宮下さんですね。前回ね、かなりこう、長電話というか、長トークを させていただきました。本日どうももよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、まあ、ちょっと私と宮下さんは聞き手ということで、バンさんにですね、そんな。まあ、今日ね、私、見てないんですよ、カラーグレーディングとかしてたんでね。で、目編が集入っやってこらなれくたなっんですて。ね。そうなんですよ。それもあってね。で、まあ、さっき発表になったっていうことで、ツイッターとかでいろいろこう飛び交ってるんで、ちょっとそうでそすのね。辺、まとまったものをいただきたいなと思ってね。よろしくお願いします。いやいや、ですね、まず、今日ですかね、外観の写真がね、発表になったみたいで、これは非常に興味深いですね、やっぱり。どんな感じの外観ですか？ですね、今、ここにある手元の GH4 と比べてるんですけれども、なんかこう、より直線的なイメージが丸強みが調取れ査た感じ。てるのかなっていうようなイメージで、もともと GH4 はキャノン機とかに比べてちょっと直線的なねイメージだったんですけれども、ますますちょっと直線のイメージが強いようなデザインになったのかなとか、そうか、そうはいえですね、そんな真四角とかいうわけじゃなくて、まあ、いわゆる一眼の形は保っていると、ね、そんな感じをしましたですね。なんかあれですね、男性受けしそうなというか、そうですかっね。こいい感じですかね。かっこいいと思いますよ。もちろん黒ですよね。黒ですね。ちゃんとボディに GH5 って書いてますか？って書いてますね。なるいほや、いいど。感じですよ。まず第一印象はもうよしと。第一印象いいですね。で、なんか高さがなんかちょっと低くなったようなイメージですね。なんか、平べったくなったんですか？ちょっとコンパクトになったのかなっていう印象はありますね。なるほど。ちょっと、具体的にはね、詳細な数値は発表になってみたい、なってないみたいなんで、サイズとか重量とか、なんとも言えないですけど、写真だけではそんな感じがしますね。あとあれはどうなりました？背面の液晶のあれ、バリアングル液晶。バリアングル、その辺の写真がね、今見てる写真の中には、ちょっとパッとはないですけど、まあおそらくバリアングルなんじゃないですかね。これまさかの固定式だったよね。まさかの。だったらびっくりですけど。ゴディフォーみたいにね。まあそこは多分大丈夫だろうと。そうだと思うんですけどね。なるほいどや、こね。れすごいっすね。海外サイトを見てるんですね。ちょっと私も調べてますね。ちょっと調べてますね。今見ているのがですね、
エンガジェットの英語のページで、はい、パナソニックス GH5 Arrives in Mid 2017、はいはい、Google で 上に出てきました。はい、これですね。あ、2017って書いてますから来春でしょうかね。うん、ああ、CP プラスとかそこに合わせてくるってことですかね。じゃあですね。あ、今年中はなさそうですね。どうやらね。そうですね。ああ、なかなかかっこいいというか、うん、収まりのいいというか、うん、うん、そうですね。奇抜さもなく、はい、うんうん、このグリップの部分が結構、はい、後軸の中心からこうグリップの部分のこの距離っていうのが結構、うん、長い横長っぽい感じしますね、はい、あ、ちょっとそんな感じがします、うん、GH4 も、はい、大体こんなもんですよ。あ、そうですか、はい、こうまあ正面向かって右側がこう横長なやつが結構僕かっこいいと思ってて、うん、ああ、はい、GH4 そうですね、うん、昔ニコンの F100 っていうカメラがあったんですけど、はい、それは横がこうしっかりね肩がこう、うん、撫で肩じゃないんですよ、うんうんうん、でかっこよかったんですけど、ニコンの D800 とか700とかその辺、はい、うん、のやつはこう ストーンと落ちてるんですよね。ああ、そこが、はい、うん、そう、うん、この右の部分結構気にするんですけど、うん、あのね、GH4 はね、うん、グリップ感本当いいですよ、本当に。ああ、本当に、あ、そうですよね。それはね、僕も思います。皆さんおっしゃってる通り、うん、すごい、うんうん、で5はなんかこう左側向かって左側が結構長い感じがしますね。背丈もちょっと低そうですね、うん、そうなんですよね、横長だからそう見えるのかな、うん、まあ、全く新しいデザインということで、はい、まあそうですね、踏襲しつつも、うん、そうですよね。3と4ってあんまりデザイン変わってないですもんね。3、4はほとんど変わらなかったですね。そうなんですね。うん、あ、一気に変えてきたわけだ、ここで。お、わかりました。外観の部分は、はい、了解です、うん、であとこのジョイスティックみたいなのあるじゃないですか、これ、うん、方にありましたっけ、シャッターボタンを押す、はい、とこのちょっと横のとこにジョイスティックですか。横っていうか、はい、ちょっと手前の方ですか。あ、そうそうそうです、そうです。こんなんなかったですね。ないですよね、うん。手前っていうのはどっちですかね。シャッターボタンの手前、はい、つまりあの体に近い方。ああ、この写真で言うと奥ですね。あ、うんうん、このダイヤルみたいなやつですね。これダイヤルですか、ね。ホイールというか、うん、ぐるぐる回せるでしょ、この写真でですね、2つ写真があるじゃないですか。はい。でこっちの真上から見たところだとよく見えるんですけど、あ、真上の写真ちょっと、そうそうそう、これ随分操作性これいいんじゃないですか。ああ、そうですね。これでも、うん、ダイヤルじゃないですかね、うん、これはジョイスティックじゃないですよ。ああ、そうそう、うん、ちょっとダイヤル、はい、あ、ごめんなさい、 GH4 にもあります、うん、あ、ある。ありますあります、うん、あ、本当ですか。ありますあります。何を言ってんだか、はい、うん、GH4 もついてるんですか、これ。ついてます、これ、の例えば露出だったかな、ちょっとやってみようかな、あんま使わないです。あ、うん、あ、これいいっすね、これ、はい、まあそれは4から別に受け継いで、はい、そこは変わらずということですね、うん、そうですね、はい、なるほど、失礼しました、はい、わかりました。あります、で、まあちょっとね、これ多分聞いてるリスナーの方は画像を見て多分聞いてるわけじゃないんで、はい、ちょっとスペック的なとこ行きましょうかね。外観はちょっとさておき、はい、いかがですかね、ちょっとバンさん、はい、スペックのところ、私もちょっと英語弱いんで、はい、まずは、うん、だいたい予測されてたスペック通りなんじゃないですかね、うん、の、うん、4K60p が撮影できる、はい、ついにできるようになったんですね、うんうんうん、それが一番大きいところで、うん、で、10ビットの422が内部収録できる、うん、ねえ、すごいですよね。すごい、うん、一気にソニーに差をつけましたね、うん、これで本当 の、はい、のログがね、うん、撮影できるんじゃないかと、真のログだと思いますよ、うん、これでもさ、ソニー黙っていないでしょ、はい、黙っちゃいないでしょ、うね、はい、ってなってほしいですね。いや、黙ってないでしょうね。黙ってないでしょう、うん、うん、これはそう、
って思いますよ。だって明らかなもうこの 4K60 というのは、うん、もう一歩前進したスペックをこうやられたわけだから、うん、すごいことですよね。そうですね。ただ、うん、来年のまあいつかその春なのか分かんない、うん、にまでまあちょっと猶予があるわけなんで、うん、ひょっとしたら、うん、発表したのはねパナソニックの方が早いけど、ソニーが実はね秋ぐらいかまあちょっと冬か分かんないですけど、うん、もっと早くに出してくるかもしれない。あ、うん、可能性はゼロではないですよね、うん、そうですよね、うん、まあ、やるとしたらやっぱソニーでしょうね、うん、そうでしょうね、うん、うん、キャノンはまずないと思うし、そうですね、大体パナソニックか、うん、あのソニーのバトルですもんね、うん、この手のカメラはね、うん、そこには期待したいですけど、そうですね、あの、うん、僕ねこれね、うん、ぜひ言いたいことがあるんですよ、うん、はい、ね、4K60p なんて、ええ、で撮影しても YouTube にアップがね、うん、あの、うん、事実上難しいじゃないかというふうにね、うん、いう人がいると思うんですけども、はい、最終的に 2K でアウトプットするにしても、ええ、4K60p で撮ったやつを使ったら、うん、あの画質はね、うん、いいものができるんじゃないかなって僕は思いますね。あ、はははは、うん、YouTube の仕様が 4K24 とか30とか60、うんうん、それ全てが、同じビットレートだったら、うんうん、あのちょっとそれは話が変わってくるんですけど、うん、4K60 っていうのをファイルを素材を投げた時に YouTube に、うんうん、その時に、まあ、再エンコードした時のその、うんうん、ビットレートっていうのが高ければね、うんうん、それはまあその分やっぱ値打ちがあるでしょうね、うん、差が出るでしょうね、うんうん、そう、これがあの、うん、まあ、僕があのいつも前回の動画でもあの言いましたね、ええ、オーバーサンプリングに相当するのことが 4K60p でできるんじゃないかなっていう風なね、うん、そういう希望的観測なんですけどね、それはあるんですよ、うん、で将来に、うん、備えたデータを持っておきたいっていうのもね、うん、ありますし、はい、やっぱり10年後ね、うん、もう 4K60p 当たり前とかね、うん、いうふうなことになった時に、うんうん、どんどん YouTube にまた再アップロードとかね、うん、できる可能性もあるんじゃないかなと。そうですね、うん、あとあの 60p で 4K だから、要するにスロー、うん、そうそうそう、うん、それはどうですか、うん、もうそこに使えますよ、うん、ですよね、これです。 4K でスローってどんだけ綺麗なんですかね、うん、っていうことですよね、きっと、うんうん、そこはありますね。そこは結構、うん、ま、なんかやりたいっていう人多いんでしょうね、うん、そう、うん、私もその一人ですよ。そうそう、自分の 60p の使う理由っていうのはスローぐらいしか考えてないですよ。そう、スローの活用、うん、ですよね。ここが大きいですね。大きいですよね、うん、それか、まあ、うん、あの、うん、自宅でちょっと、まあ、うん、YouTuber 的な方、まあ、バンさんみたいな方っていうのは、まあ、結構ね30とか24よりも、60のあの、まあ、ぬるぬるさ、あ、ツヤっとした感じの、うん、そうですね、うん、はいはいはい、やる方が結構好きなんですよね。そう、あれを好まれる方が多くて、で、2K60 がまあ今ね、当然できるんで、それでもまあアップできるんですけども、はは、うん、やっぱり 4K60 ができるんだったら、そのね、サイズ的な、うん、あのダウンコンバートの改善が、で60のヌルヌル感、はい、うん、なので同じ 2K のモニターで見るとしても、うん、4K60 でアップして視聴してもらった方が綺麗ですよね、うん、そう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 、うん、そう、それがね、うん、YouTube のね、まだちょっと謎なところがありましてね、これ毎回言ってるんですけど、4K60p の動画がねあるっちゃあるんですよこれ、はい、あ、中には、うん、これがねどういう権限でアップできるのか、もしくは、うん、ファイル形式がなんかの必要なファイル形式があるのかどうかっていうのをね、もう一つよくわからないんですよ。あ、うん、なるほど、まあ、まだそこまでね、うん、皆さんがこう、うん、やってないことだから、うんうん、僕があの X100 と買った時もね、 YouTube でね、はい、4K アップすることはできたんですけど、はい、すごいね、なんか一手間二手間必要で、うんうん、すごく難しかったんですよ、うん、時間もかかったし、今じゃ簡単にアップできる、ね、まあ、そうですね、うんうん、やっぱそうなってくんでしょうね、おそらく、ね、そうなってくるんだと思います、いやでもすごいと思いますよやっぱこれね、うん、ね、
はい、で、10ビットの422 10ビット、はい、すげえ内部で収録するみたいですよ。これって何 4K60p の422 10ビットですか。それがね違うのかな、それとも 2K の時にとか 4K24 の時に422 10ビットさすがにそうなんじゃないですかね。記録のことに考えると、あここねなんか 6K@30fps&バイングス、うん、10ビット、うん、ブリングス、うん、そこがそこが一つになってるんで、はい、60p はちょっと 60p の 10ビットはさすがにちょっと無理でしょ。無理なんだ。無理じゃないですか。だってデータの容量だってちょっと、うん、でかすぎる。あそうですね、うん、そうでしょうね。だからいや、うん、でもですよ 30fp あの 30p で 10ビットでオートフォーカスとかするわけですよね。うんうん、それすごいっすね。うん、すごいね。うん、すごいっすね。うん、こんなちっちゃいカメラが。うん、はあ、すごいな。うん、そうあのね、一つね、GH4 買った時から気になってることがありましてね。うん、あの USB 給電は GH4 できないんですよ。うん、で電圧が、うん、これ 7.2V だったかな。7.2V なんですよ。だからもうハードウェア的な本当電子回路的なことを考えたら、電圧が高い方がいろんなことがねできるんじゃないかなとかね。あ、電圧ももしかしたら変えてきてるかもしれないですよね。うん、もっと電圧上げていろいろ自由度の効くようなね回路設計にしてきたりとか、まあとりあえずもう USB 充電にとらわれてたら、うんうん、ちょっといろいろ回路的な制約とか、うん、あるような気が僕しますね。うん、ちょっとそんなマニアックなこと言ってもしょうがないですけれども、まあいろんなこう省電力化とか、うん、まあ放熱の、いろんな機構とかね、うんうん、まあ熱をこう逃がすよ、まあ GH4 ももともとね 4K でこう延々とこう撮影できるような機体だったんで、うんうんうん、そこは受け継ぎながら、まあ、さらにスペックアップさせたと、うん、完全になんかもうソニー、うん、出し抜いて、うん、独走状態的な、まあ、スペックですよね。うん、あまあ、オートフォーカスがね、うん、あそうそうそう、オートフォーカスどうなったんですか。特に言及はないですね。言及なし、うんうんうん、あと気になるのが、はい、ボディ内テーブル補正についても言及がないんで、うん、いやどっかね書いてありました、うん、あります、どっかにね、ありました、うん、そうなんですよ、ボディ内テーブルやるって、うん、うん、はあ、どっかに書いてあったね、どっかに書いてありました、そう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 、やったそうなんです、そう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 、俺あれ間違いじゃなくてどっかで書いてあった、あ別の同時発表になった別の機種とかじゃなくてですか、はい、GH5 ですか、 GH5 で、うん、ありましたけどね、そうそう、さっきねちょっと見てたら、うん、あのボディ内来たよ来たよとか思って、うん、とね別の機種だったらあったんですよ、でも別や別ですかね、うん、そう別そう、多分違うんじゃないかな、違う、うん、僕も今これ見てたらね、あ、そうかもしれない、曖昧な、うん、あはっきり、うん、ここで多分、うん、そうですね、断言するとちょっと間違い、ちょっとここじゃない、あ、うん、でもさもう一回見返してみてもないですね、うん、確かに、うん、そこは多分まあちょっと違うでしょうきっと、うん、はいや入ってくれたら嬉しいですね、そうですね、ですけれどもね、うん、ね、今ちょっと見つけたサイトによりますと、ルミックス G80 っていうまた新しいモデルが、うん、発売されてないサーズで、そうそう、うん、その文字見た、これだと、うんうんうん、ミラレス中級モデルボディ内テーブル補正を強化と、うん、ああでもこれもすごいっすね、これ G80 って G8 の後継、違う G7 の後継、ああ似てる似てる G7 に、いや、うん、あそう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 、うん、そんな感じみたいですよ、うん、うん、あ、うん、同じ時期に出してくるのかもしれないですね、そうですね、うんうん、そっちの方がまあ五軸なのかもしれないですね、
ああ、うん、なるほど。GH5 はさすがにボディ、うん、ナイテーブル補正はつかないだろうって僕は思ってたんで。ああ、うん、やっぱちょっと趣旨が違うのかもしれないですね。うんうん、っていうかね、もしそれがつくんだったらね、もっと前面に多分、うん、もうこういろんな人がツイートしてると思うんで。うんはい、なるほど、なるほど。うん、そうだから多分まあ僕らがそのねいろいろこう予想を聞いてた通り、うん、4K60p、うん、でまあちょっと今知ったのは、うん422のまあ10ビット、はい、これは 4K60p では多分できないのかな、うん、かなできないんじゃないですかね、うん、ところですね 4K 例えば20なのかあ24なのか、うん、もしくは 2K なのかうんうんうん、2K だったらちょっと残念ですよね。そうまあ確かに確かに、うん、4K30p でできてほしいですけどね。そう、うん、それができるんだったら24でもいいですよ、うんうん、っていうかやりかねないですよね。パナだったらそれ、うん、だってあれでしょ GH4 にしたってこんなすごいの出してきたのっていう風なものを出してくるんじゃないですか、うんうんうんまあ、GH4 でも外部記録でええ、もう10ビットいけましたんで、うんまあ、そうそうそう、まあ、だからうーん 4K30p で10ビットいけるそうな気するんですけど、ねうん、ちょっとその辺の詳しい情報がね、うん、一つ、うん、自分があれですよ、あの開発部長だったら絶対絶対やろうよっていうふうにしたい、うん、そうですね、うんうん、やっぱ 4K 作ったの俺らだろうとか言いながらああうんうん、もうそういうふうにまあ書いてないけどまあそうだとかなり嬉しいですね、うんうん、でもなんかあれですねこのね422 10bit っていうねまあこういう一つのスペック表記が、うん、まあちょっとこう、まあ、世間に明るみになった、うんうん、まあ、おなじみのデジカメインフォ今ちょっと見てるんですけど、まあ、そちらを見ても422とかね、うんうん、とかまあ海外のサイト見ても、うん、この10ビットとかそういう記述が書いてあるわけですよ、うんうんうん、それっていうのはね結構僕にとっちゃこう非常にこうありがたいというか嬉しいことで大進歩ですか、うん、そうこれがあすごいみんな10ビットねすごいんだっていうふうに喜んでくれたら、うん、ソニーもやっぱり黙っちゃいないと思うんで、うんうん、そうでしょ、うん、そうやっぱ最終的にはソニーにそこをねうんうんうん、追っかけてほしいというかそうですよね、うん、できればそのパナが出す前にそこを出してほしいみたいなのがある、うん、あるからそれ面白いですねうん、うんうん、多分その10ビット化っていうのはね簡単だと思うんですよ僕、うんうん、難しいのは 4K60 とかで、うんまあ、いろんなこう各種性能を維持すること熱問題をクリアすることとかね、うんうんうん、そこが難しいんだと思いますうんうん、あとねレンズも新しいの発表になりましてですね、はいうん、のライカの企画で、うん1260の F2.8 から4、はい、換算で24から120、うんうん、24120ってすごいですね、うん、いいですねで、うん、似たようなレンズは今まで GH4 の、はい場合多くの人が使ってはるレンズで1235ってやつが、ね、あ、 ありますよね同士のね、うん、非常にいいレンズがあるんですけれども、はいはい、これに近いんですけれどもさらに、焦点距離がね、うん、60までいけると、うん、ただ F28 同士ではないっていうところがね、うん、あそうですよねでもね僕思ったんですけどこの 2.8 から4って書いてありますけど、うん、2.8 から4って1段じゃないですかうんうん、このズームのね12から60っていう区間を、はい手で例えば繰り出しをしますよね、うん、動画収録中に、はい、これね F がね一気に暗くなるような高倍率ズームだと、うん、ぐーっとこうあのクローズアップした時に、うん、動画が一瞬ねめっちゃ暗くなるんですよ、はいうん、あ、 ありますあります F が暗くなるんでね、うんうん、だけどねこの1段ぐらいだったらね、うん、ほぼねその見た目の印象には動画収録中にズームをしたとしても、うんうん、あの影響はなさそうな感じなるほど、うんうん厳密な意味ではまああれなんですけども、うんうん、そう実使用上は多分そんなに僕らは気にしないそうなんですよ僕が、12-35のレンズをね、結局買ってない理由は35mm の焦点距離がやっぱり旅行とか行った時に、もったいないもう一声欲しいなっていうね、うん、焦点がありまして、ね、60ぐらいねやっぱりね、うん欲しいなって思いはあったんですよ、はい、だからこのレンズはすっごく魅力的ですねうん、うん、魅力的120っつったらすごいよ、いや120っつったらもう
かなり、あ、結構な望遠ですよ、うん、僕の18105ズームも 105mm ですからね、うん、あ、それは長いですからね、うん、これはいいですね。で、8から18ミリっていうのもありますね。これ見てると。ありますね。うん、これは今バンさんがお持ちの7から14。はい。うん、まあ似てますね。うん、似てますよね。F 値は何ぼですかこれ。4ですかね。ちょっと分かんないかな。ここに書いてあるかな。書いてないのかな。待ってくださいね。うん。なんか今のこの状態だと、はい、いろんなサイトをこう集めないと、うん、全部まとめみたいなやつがないんかな。まあまだあれなんでしょうね、うん、そこまで発表、さっきだもんね、うん、うん、そう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 、そうですよ、明日ぐらいになったらまあいろいろこうまとまってくるんでしょうけど、うん、あ、はあ、これはちょっとあのジンバラの我々としてはですね、うん、うん、まあ換算16始まりってことなんで、そうですね、広角ズームいいですよね、うん、換算16は、うん、始まりって結構もう十分ですよ、かなり広角ですよね、うん、うん、そうそう、でまあ新設計のね、うん、レンズなんで当然シャープなんでしょうね、うん、74の今僕が持ってるレンズ結構ね設計古いんですよ、古いんですか、うん、まあでもすごい気に入って、うん、つかみもすごくいいですね、うん、コンパクトで、うん、へえ、 あれですかね、ライカとタイアップのやつ、そうそうそう、あ、はい、次出すやつがですよねこれ、うん、あら、そっか、パナライカっていうんですよねこういうの、そうですね、うん、あ、パナライカ綺麗ですよね、うん、はい、うん、1本持ってますけどいいですね、うん、そうそう、自分も単焦点で2本持ってるんですけど、うん、色のりがいいし、うん、あのコンパクトで扱いやすいんですよね、なるほど、うん、あ、ね、今ね日本語のサイトでね、うん、いいサイト見つけましたよ、うん、マイナビニュース、はい、あ、ほうほう、うん、ここいっぱい写真載ってますわ、で、その8から18っていうのは8から18のレンズのことも載ってますね、はい、実物の写真が載ってますね、 F 値はですね、はい、8から10 F28 から4ですね、あ、変動するんですね、そうですね、あ、まああれか、 F 値はまあ1段だけちょっとこう暗くしておいて、その分設計を無理なく、うん、光学性能をなるべくこう優先でみたいな感じですかね、うん、うん、これだから夜とかにも適してるんじゃないですかね、8から18の F28 から 4.0 だったらね、うん、まあそうですね、歩いたり走ったりする人は結構あの8の方使うんでね、うん、そうなんですよ、うん、僕も7結構使うんですよね、うん、はい、そうですか、あとは、まあレンズはねちょっとまあここまでにしておいて、はい、価格は、うん、価格は発表ないですね、ないんですか、うん、あ、まあこういろいろ世間の反応を見たりとか、あとこの秋とか冬とかに各社がこういろいろ出してくる中で、うんうん、そういうのでこういろいろまあ考えるんですかね、出方を、うんうん、来年の話だから今価格言っちゃったらいろいろねやっぱ不利になりますもんね、うんうん、そうですね、そう、そうか、価格はわからないと、うん、AF もわからない、そうですね、うん、バリアングルかどうかもちょっと、ですね、バリアングルかどうか、うん、写真がねないですね、写真だとわからないですね、多分バリアングルなんじゃないですかね、あ、バリアングルのような気がしますよ、このマイナビニュースの写真の 1,2,3 枚目を見る限りは、うんうん、あ、なるほど、前からの写真ですけど、うん、ちらっとこう、うん、あ、ヒンジが写ってますしね、うん、さすがにバリアングルは外さないんじゃないですかね、GH4、うん、すごくあれいい機能ですもんね、うん、うん、そうか、うん、あとあれですか、 6K フォトモードっていうのがやっぱあるんですね、 6K フォトモード30連写約1800万画素ですか、あ、うん、4K フォトの場合は60連写、連写僕あんまり重要視してないんで、うんうん、まあ 4K で60連写っつったら 4K60p のことだから、まあまあそれはできるでしょうね、そういうことですよね、うん、そうか、そ
こもすごいですね。発売時期も、書いてますね。書いてない。日本語のサイトに、あ、書いてます。来年春。あ、春ですか。マイナビニュースによりますとね。うん、9月なんで、まあやっぱり半年を待つっていう感じですかね。ああ、うん、うん、いや、この半年の期間いろんなもんが出ますよ、ライバルが。そればっかり言ってるけど、まあ、ソニーには頑張ってほしいなということなんですよね。ああ、ソニー一気にドーンってきますもんね。そう、もう今までね、もう本当独占的に、まあ、あのトップを走ってたと、本当ですよね、いうことでね、まあ、好感度とかいろんなことでね。だけどやっぱり、まあ、パナが今回のもうキーワードは 4K60p そして、まあ、422の 10bit ね、この2つだと思ってるんで、やっぱこの2つっていうのは潰しに行ってほしいんですよ、そうですよね、この2つはね、やっぱ拮抗してもらいたいですよね。そうそうそう、そうですね、同じスペックを提示さえしてくれればね、AF は勝ってますで、センサーの感度も勝ってます、結果的にこの2つを追いつけば、多分勝てるんですよ、ソニーは。そうですね。で、一方は 422-10bit っていうのは、多分ソニーの技術だったらすぐ、まあ、今まで多分そこをやっぱ業務機との住み分けで封印してたと思うんですよね、でそれを解放してもらうということ、4K60p はね、多分ちょっと難しいと思うんですよ、ソニーとはいえ、そうですよね、例えば α6300 みたいなね、あんなちょっとしたね、炎天下でこうやっただけで、こう今の 4K24p で熱停止してしまうような、そんな状態ですから、ね、かといって業務機みたいにバカでかくできないからね、なってもね、売れませんしね、そう、何このでかいカメラっていうね、そう、だから誰も買わない、ソニーユーザーからしてみたら、パナが 4K でずっとね、夏場とかでも普通に停止せずに使えるというのは、なんかね、もう本当マジックにしか見えない、すごいなって思うんですよ。まあでも、なんていうんですか、パナソニックってそういう耐久性がすごいですもんね、あの他の商品もね、まあ、そうですね、そうそうそう、まあ、こんなこと言ったら、ソニーの商品に今まで何度となく苦しめられてきました。まあ弱いっていうか繊細っていうんですか、ね、もうね、あんまり痛くはないですけどね、確かにね、そういうとこあるんですよね、ソニー。性能デザインはね、ソニーすごくいいんですよ。そうですね、耐久性がね、そっか、それはあるかもしれないですね、ま、っていうかパナソニックは本当耐久性で勝負してる会社ですもんね、これ、まあそう、その耐久性で勝負してる会社が今回スペックでもね、出し抜いてきたんで、そうですよね、そうっていう、なんかもうこのタフなその攻撃、これはやっぱすごいっすよね、そうですね、あのね、こんなちょっと面白い話がありましてね、とある YouTuber の方で、GH4 を使いの方で、何回も GH4 落としてるって人がやるんですよ、はあ、でもう使ってあるというね、ああ、カメラって落としたらもう本当やばいじゃないですか、いや本当そうですよね、落としても使ってる、使えてるってことですね、そうか、まあ、パナね、今回これ出したのは喜ばしいことですし、またこれで、まあ、映像のね、まあ、あのコンシューマーの仕様が一歩、前に進んだかなと、そうですよね、思います、どうです宮下さん、変わるんですか。やっぱり欲しいっちゃ欲しいですね、やっぱマイクロフォーサーズレンズしか持ってないから、はい、ていうか逆に言うと結構待ってた派なんですよ、もう GH4 出て長いし、まあそうですね、そろそろ出すんじゃないかと、思っててもなかなか出してくんないじゃないですか、で今来たかみたいな、で、そう、10ビットでオートフォーカスとかできるっていうのはこれはすごいし、あとこれ何気にこう6K ですね、6K30p もかなりちょっとそれいいなってちょっと思いましたね。それは編集で 4K に落とし込まはる前提ですか、
そうです。ちょっと待って、 6K40P が収録できるんですか？ 6K すみません、 6K30P どっから40来てんだか分かんないけど、 30P いやいやにしても 6K30P の動画が収録できるんですか？そう、6K るんじゃないですかこれ。 6K ってさっきね英語のところでね 6K って書いて、それはじゃない、 6K フォトモードじゃない、フォトモードかな、ね、あ、いやいや書いてある、 With 6K ビデオ、うん、本当に出ますね、6K30P の動画。本当に。そうそうそう。あ、すごいじゃないですか。これはすごいですよね。うん、再生環境がね、6K の再生環境っていうのは。まあ、それは、うん、まずはそうやってパナが出したんで、周りがこう揃えていくでしょう。そうですよね。うん、そう、誰かがやってくれないと最初に。うん、モニターがそもそも 5K ぐらいまでしか今一般的じゃないじゃないですか。はい。ね。そうそう、だから編集モニターはやっぱ いい環境になかなか無理ですよね。うん、うん、多分、うん、で僕ね、あの 6K だったら、うん、あのトリミングしたいんですよ、うんうん、あのほら写真は結構簡単にトリミングして自分の都合のいい編集ができるじゃないですか、うん、そうですね。そう、でも動画だとやっぱちょっとトリミング難しいですから、うん、それでちょっとこの余分のところを調整して、うんうん、4K で最終的に、6K でさ、撮って最終的に 4K で出すと、うん、これはちょっと、うん、すごいいいかなと思うんですよ、うん、そうですね、うん、これはすごいな、それで10ビットですもんね、うんうん、そうだね、うん、ファイルサイズがちょっと心配ですけどね。そうですね、うんそう、あと記録フォーマットとかどうなるんでしょうね、これね、 MP4 のままだといけんのかな、なんか前の情報ではいけるみたいな感じの噂がありましたけど、うん、SD カードでね、うんうんうん、なるほど、うん、あの10ビットっていうと何色でしたっけ、あのほらよっちゃん詳しいじゃないですか、あ1024、あ1024なんだ、1024会長ね、あすごいよね、うん、やっぱり、はい、うん、だって2ごろがですよね、2ごろが4倍になります、うん、2ごろなんてほんと狭いですよね、うん、よく考えたら、うんうんうん、じゃあすごい、なんていうの、その動画がちょっとしっとりするちょっと高級な、うん、あのそのグラデーションみたいな、ああグラデーション関係はね、うん、やっぱまあ多少トーンカーブねじ曲げても、うんうん、ラット当てても、うんうん、多分あの腰が強くなると思いますよ、ああそれはすごい絵ができるんでしょうね、うん、ねえ、うん、これはね本当僕、うんうん、欲しかったスペックなんでね、いや本当だ、そうですよね、だって、うん、だって16ビットの天文写真を調整してたわけですもんね、うん、よっちゃん、そうそうそう、これは欲しいですよね、うん、はあ、でもねちょっとネガティブなことを言いますとね、うん、はい、根本的にセンサー感度がいまいちだったら10ビットもいきないですよね、よっちゃん、どうなんですかその辺、んセンサーの感度、センサーの感度、つまりのセンサー のやっぱり感度はソニーの方がねだいぶいいんじゃないかなっていうね第一印象があるんですよ、あの、うんうん、暗所のその性能、そういう意味合いでの感度っていうのは、うん、あのビット数とはあんま関係なくて、それよりもそのセンサーのピクセルが、うん、バケツがね、はい、どれだけのその光子を、はい、うん、あのまあ、要は飽和に至るまで集められるか、うんうん、例えば、うん、2万とか3万、うん、とかだったら10ビットはもう十分生きてくるし、はい、うん、とかそういう話ですよ、ね、あそうなんですか、僕はあの、うん、の不勉強でそのいくらあの改造、うん、つまり、うん、ええ、感覚が細かくても、ええ、受けられるものが、ええ、つまりセンサーですねが弱ければ、はい、感度が弱ければ、はい、のいくら10ビットだろうが、ええ、なんかもう一つなる気がします、うん、そういうわけではない、そうそうそう、あのね、そう関係ないと言ったのは、結局その感度の低い、うん、まあ、暗いところでね、うん、ノイズがいっぱい出るようなところで、うん、8ビットを10ビットに刻んだところで、うん、ノイズがザラザラなのは一緒、やっぱりそうですよね、うんうん、それっていうのはビット数起因じゃなくて、うん、結局センサーが、うん、あー、まあ、
原因をね、こうアンプの原因をしてこう無理やりノイズをこう増幅させてるんで、そこはもうビット数と関係ないんだね。だけど昼間撮りとかで、そういうことですね。空とか夕焼けとかね、ああいうのではもう明らかに変わってくる。夜ばっかり撮るわけじゃないですからね。そうそうそう、やっぱね、夜を炙り出すんだったらね、ビット数とかいうよりもね、やっぱ感度ですわ。そうですね。今のところソニーがやっぱり、一番じゃないかな。そうでしょう。ノイズすごい少ないですよね、本当。少ないですね。あれはすごい。あれは真似できないんですかね、やっぱり他の会社は。やっぱり利面商社とかいろんなね、特許が。ああ、ね、そういうことですね、よちゃんね。そう、あれその辺もあるし、でもね、一番はやっぱりあのセンサーのサイズでしょうね、きっとね。そうか、そうですよね。そう、結局 4K なり 2K とかって出力の画素数一緒じゃないですか、各社。共通規格なんで、だからなるべくセンサーサイズ大きい方が1画素1画素が大きいですよね。もう当然その分光がまあね、そうですね、集まるね。そうだからね、ソニーのセンサーはすごいと思いますよ。すごいすごいっすよ。あのコンパクトなボディに、すごい、あのセンサー乗せるっていうのがね、すごいですよね。そうですね。そうだから GH5 がね、どれだけそのセンサーの部分が変わってきたのかっていうのは、当然あの新設計 の、 あの新開発のセンサーだと思うので、だいぶ日が経ちましたしね、GH4 から。そうあってほしいですけどね、さすがにね。そう、まあ下手するとね、解像度が上がって、まあ、フレームレートも上がって、6K も取れるようになったと。総画素数が上がって、まあ解像度が上がった分だけ、じゃあ感度が良くなるっていうのはなかなかなくて、そういうパターンは。画素をなるべく細かく刻んでいくとですね、デジカメでもそうですけども、普通のカメラでもね、センサーは、感度は据え置きとかで、ああ、よく頑張ったねって。解像度上がったのに感度は据え置きだって、頑張ったねっていう。だから2倍、3倍に向上するっていうのは、よっぽどの技術革新がないと。ってことですね。そうですね、ちょっとそこまでは甘いかもしれないですね、やっぱり。ちょっと、そう、そうだから、やっぱね、ソニーの強いところっていうのは、完全に、まあ、そこはね、また別かなと。パラが戦ってるところはね、そうですよね。ただソニーのないところをついてきたんで、すごいなと。そうですね。キヤノンなんか、ねえ、キヤノンかわいそうですよ。まあキヤノンって、まあ、あの 5D4 とか 4K、まあ、ようやく乗っけてきたんですけども、だけど、まあ、今ほら大体コンシューマーのやつ 2K じゃないですか。そうですよね。まああれはでもそういう思想のもとにあえてそういうふうにやってるんでしょうけどね。スチルメインっていう印象がねありますね、キヤノンはね。やっぱそういうことなんじゃないですかね。だと思いますけどね。いまだになんか動画をなんかちょっとおまけみたいなね、そう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 ところがね、あるんちゃいます、キャノンは。そう、僕らがね、どんだけ騒いでもね、やっぱりもう少数派ですよ、きっと。ですよね。ただ 4K じゃなきゃいけないでも、一番動画の先駆けってたやっぱこれキャノンなんです。そうそうそう、ああ、ね、これカメラじゃん、カメラで動画撮んの、っていう風に3年か4年ぐらい前にメルムがやりだして、うわすごいやんってなったのが EOS。 そうですよ ね、 ね、あれ何年ぐらいもやったかな、2012年ぐらいだったかな。そうでしたね。びっくりしましたよ、これ一眼レフじゃない、一眼レフだったかな、レフ版アリのカメラだったかな、で誰かが取り出して、これはすげえ。そうですよね、なりましたですよね。まあ、結局あのセンサーの、性能とか、まあ、ソニーがねやってどんどん高感度のやつ出してきて、半導体技術がやっぱりね、まあ、キヤノンのそれと比べて、やっぱ上ですんでね、ソニーの方が。そうですね、ソニーは本当半導体強いですよね。強いですね。まあ、半導体作ろうと思ったらね、設備投資がやっぱりそうですよね、でかいですからね。そう、
だからまあそういったところで、うんうん、ちょっと諦めちゃった部分があるのかもしれないよとしたら、まあそうでしょうね、うん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 、なんかでもこのパナソニックは本当になんかその仕様のあーユーザー目線に立ってるっていう感じがすごくする作りを、うん、あします、うん、しますよね、うん、そうです、そこがすごい素敵だなとも本当に思いますよ、うん、そうそうそう、うんうん、まあみんなが求めてるものっていうのは、未だかつてなかった仕様、民生で。そう。うん、それは 4K60p。そう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 、うん。それをやっぱり乗っけてきたっていうのはね。もうすごいし、うん、あとパナソニックで廉価版の 4K で、G7 ってあるじゃないですか。はい。ありますね。ねえ、うん、あれで。いいんじゃないですか、あれね。いやいや、あれで、4K めちゃくちゃ綺麗撮れますよ、あれ。え、何？うん、G7 すごい安い。G7？ そう、G7。しかも安いんですよね、あれ。安い、すごい安いから。え、いくらですか？いや、5、6万なんじゃない？ 5、6万で、多分、うん。で、俺も気になってるんで、ヤフオクで調べたら、3万5千円とかで売ってるんですよ。うん、あ、本当に？いや、本当 4K ですよ。で、こう、YouTube で G7、うん、なんかムービーとかで探すと、はい、ええ、いっぱい出てくるんですか。めちゃくちゃいい動画が出てくるんですよ。G7、まあ、評価高いですね。あ、本当に、うん、それ最近出たんですか、その G7。 比較的最近ですよね、あれ。そう、最近じゃ最近ですよね、まあ、ちょっと前から、半年ぐらい前でしたっけね、多分。ああ、まあそんなもんか。うん、まあそうなんですね。うん、だからちょっと GH4 はちょっとジャンプできないような、ちょっと若者向けみたいなもので、うん、パナソニックが設計するっていうコンセプトがなんか、いや、素敵な会社だなと思うんですよね。うん、ねえ、うん、そう、何でもかんでも高くしてしまう、この高くしてしまったソニー高いですね、比べるとね、3万4万でこの 4K のコンデジが手に入ると。そうそうそう、それコンデジじゃないんですよ、しかも。あ、コンデジじゃない、コンデジじゃない。え、違うんですか。あ、一眼、あ、レンズ交換できるやつですか。レンズ交換できるんですよ。あ、本当に、うん、ただマイクロフォーサーズ。マイクロフォーサーズ。え、で、液晶はどんな感じですか。あれ、バリアンゴじゃなかったでしたっけ。あれ、バリなような気もしますよね。で、あ、G7 ですよね。なんかね、液晶どうだったかな、もう、バリとかバリアングルとかも関係なく、値段と内容がすごすぎて、よく見てないそれはなんかね、応援したくなりますよね。そう、うん、うん、そうなんだ。そうなんですよ。うん、一時はほら LX100 ってやつもね、そう、うん、あれもすごくなんかコンパクトで 4K が撮れて安くてとか、ね、そうなんですよ、うん、あ、そんなの出してきたんですね、うん、僕もう全然疎くてちょっと申し訳ないんですけど、ね、やっぱね、なんかマイクロフォーサーズって本当に庶民向けな、うん、そうで、うん、まあ製品開発するときも、いろいろこう、まあそれが足かせになりにくいんでしょうね。いや、そうでしょうね、うん、熱問題とか、うん、その読み出しのスピードであったりとか。そうですよね、うん、そう、うん、結局その、まあ、APS とかフルサイズ、うんうん、っていうところでずっと言ってるこのソニーっていうのはここに来て、うんうん、やっぱりまあ開発という意味ではちょっと厳しいのかもしれないですね、うん、まあでもソニーもやっぱもう、うん、なんていうんですか、もう本当にすべてのなんか最先端を極めるっていう、そういうとんがった、ええ、うんうん、とんがった会社っていうのもやっぱあると面白いですしね、うんうんうん、ちょっとよろしいですか。はい、G7 バリアングルですね、やっぱり。あ、本当に、うん、え、じゃあ何、 GH4 とそんな変わらないですね。何が劣るんですか。ログができないんですよ、 G7 は。あ、そうですね。そう、うん、そんだけですか。ざっくりそんだけっていう、そんなじゃないえ、じゃあなんか GH4 の立場ないね。いや、そうかもしれないですね。だからあれですよ、うん、後から出たんですよ、 G7 は。圧倒的に後から、うん、そうね、あと電池の、安いんでしょ、すごく。電池の持ちが悪いのかな、うん、いや、ちょっとそれ探してるぐらいなんで、そんな大差ないかもしれないですよ。うん、そうだ、廉価版、うん、廉価版みたいなもんですよ、だから。はい。うん、すごい。その G7 っていうのはちょっとチェックですね。いや、ほんとすごいっていうか、うん、ほら、よっちゃん最近、ほら、一眼レフ買おうかなって言ってたじゃないですか。うん、ああ。だから、これは一眼の写真用と、ちょっと試しのね、パナの試しの
あの動画機としてヤフオクで3万5000円でやっちゃってもいいんじゃないの、うんうん、ただねマウントが変わるから嫌なんですよ、ね、いやそれはありますね、うんうん、キヤノンの EF マウントはねまだねレンズがいくつかあるんですよ。そうですよね、うん、そう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 、そのそこだけはやっそっちの沼がね、うん、うん、だからマキエボディですよ。だからそこのそうそうそうマキエボディ、まっすぐ手に言い方飛びついてそう、そういう戦略もあるのかもしれないですよ。いやでも本当そうですよ、うん、マキエボディですよ、うん、あのね本当この3万5000円のカメラで、うん、こんなクリねすごい映像撮る人がいるんだと思って感心しましたね。ね、うん、あすごい使いこなしたくなる、ね、そうそうそうその値段ですね。そうそう、うんうん、やっぱそうかあれでしょ、使いこなしたいじゃないですか、うん、使いこなしたいですね。そう、うん、あまあ金で物を言わすんじゃなくて、ね、そう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 いう、うん、そういうなんていうの精神で痛い、うんうん、でも今回バンさんは金で物を言わそうとして、はい、GH5 をこう虎視眈々と狙ってるわけですよね、うん、あと半年貯金、うん、して、うん、がでもね、うん、僕は多分すぐには買わないです。あちょっと落ち着いてから買った方が僕もね、僕もそっち系ですよ。なんかね、うん、落とし穴がね、落とし穴もそうだし、だって使いこなせないじゃん、うん、すぐ買っても嫌だなとか、うん、あと値段がだって3ヶ月したらトーンと落ちません、まあ、そうですね、うん、その方が そうだね、そしたらレンズ買えるじゃないですか、他に SD カードも買えるし、うん、うんうん、まあね、ちょっと待たなきゃいけないけど、そう、うん、うん、まああの YouTuber でなんかこう有名になりたいという方はね、うん、そうそうそう、うん、やっぱまあ、 あの早く手に入れてっていう方がお得なんですけど、そうですよね、うん、だけどそういうのがあんまり関係ないんであれば、僕は関係ないです。やっぱりまあ、うん、そう数ヶ月まあみんなのレビュー見ながら、そう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 、うん、っていう方が賢いですよね。うん、うん、そうそう。うん、そう本当ね、 YouTuber はねこの製品買っていくっていうことはね、うん、もう本当人柱だからね、うん、ああ、うん、人柱を買って出るような人、うん、あとやっぱりさすが20万ぐらいの買い物になろうかと思うんで、うんうん、その20万で、うんうん、得るものがあるかどうかっていうのは僕はやっぱりその時点でね、うん、判断すると思います。いやそれ大事だと思いますよ、うん、例えば、うん、その GH5 で20万出す、うん、出して撮りたいものがあるかどうかと、うん、極端な言い方で言いますと、うん、ドローンに20万かけて撮りたいものが発生するかどうかと天秤にかけるかもしれないです。そうなんですよね、うんうん、どっちが、まあね、あの自分の表現の幅が広がるかっていうことを考えたら、そう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 、うん、もしかしたら天秤にかけるかもしれないです。そうなんです、うん、今だって持ってるんだから GH4 持ってるんで、それがあの 60p の 4K が撮れることのメリット20万払うのか、うんうん、で琵琶湖の湖岸の、うんうん、ね、うん、ドローンを撮るのに20万払うの、どっちの表現の幅を撮るかって、もしかしたら考えるかもしれないです、うん、いや、うん、やっぱそこでこうメーカーもその、うん、バトルしてもらわないと面白くないですよね、うんうん、そのだからもうお金持ちの人だけがポンポンって買って誰でも買いますよじゃなくて、うん、いやこれ GH4 持ってんのに、うん、いやこれはもう買わなきゃもう嫌だっていうような、うん、そういうものだってメーカーは出してほしくないですか、うん、そうですよね、うん、やっぱそう、ね、うん、そういうそこですよね、うん、うん、最終的 の、まあ、あのそのメーカーが出してくる価格っていうのはね、うん、みんなやっぱりもうずっとこう見てるからね、うん、うん、だからお金持ちの一部の人だったら、うん、ああまあ別に20万とか30万って出すんですよ ね、 そうですよね、うん、だけど大概の庶民はね、そう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 、うん、すっごい見てるし、うん、もしそこで30万とかっていうと、うん、欲しいってずっと願ってた人の夢をこうぶち壊すわけになるんですよね。30万はもう無理ですね。無理ですよ、うん、うん、でもまだ可能性ゼロじゃないからね、そうそうそう、そういう可能性もあるからね、そう、明らかに今回あのスペック進歩させてきたんで、うん、うん、乗っけてくる可能性はありますよ。あ、うん、ありますかね、まあ、オンリーワンですからね、うん、そう、ま、オンリーワンのうちにこう取っておくというね、でソニーだったらそういうことをするかもしれない、知ったかもしれない、うんうん、そうですね、まあ、アルファ 7S2 がオンリーワンでね、うん、あの値段で来ましたんでね、
うん、でもソニーはほらやっぱ高級志向じゃないですか、どっちかっていうと。そうですね、あの VHS よりもベータでいけるちょっと古いけど、いやあの本当その通りで、そう性能はいいんですよ。そう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 、値段もいい値段するけど性能もすごいので来る社風じゃないですか。うん、うん、そうかな。いやでもアルファ7-2なんて10万円台で買えるしね。うん、アルファ7-2 S とか R がついてない、はい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 、の。いやそうそうそう、うん、あれだってすごいでしょ、うん、だって、うん、あれだって五軸手ブレあのついてるから、ね、そうなんですよ。あれなんか薄れちゃってるけど、うん、あのほらソニーっぽくないじゃないですか。あ、うん、あれあんないいカメラなんだけど、うん、なぜかそのやっぱあのすごい30万とか40万近くするカメラの方が目立っちゃうっていうね。うん、うん、そうそうそう、うん、結局まあ両極端に R と S、ねえうん、R と S の、まあ、2つ、はい、2極だけで良かったんじゃないかなと、うん、いうのもありますね。うん、まあ、ただあれかコスパとかね、安いっていうのを求めてる方っていうのはね、特にその尖ってなくてもいいから、そう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 、うん、そういう人のためにやっぱりまあ、うん、安価な、うん、ね、うん、まあ、そういうのあるかもしれないですね。うん、そうそうそう、うん、ですよね。やっぱりですね、僕これだけ言いたいんですよ、うん、あのね、うん、そのカメラで、うん、YouTube 上でどんだけね、うん、作例が上がってるのかってやっぱりね、うん、すごい重視したいんですよ。っていうのも、うん、よっちゃんが今ね、うん、もう α6300 って絶好調なんですよ。いやすごいですよね、すごいんですよやっぱりね、本当にね、うん、α6300 が、うん、の持ってる力っていうのは、うん、すっごい魅力的ですね。へえ、そうか、うん、なんか僕やっぱ思うけどね、うん、まあ今日僕らはねこういうスペック談義をしてますよ、うん、だけどねやっぱね、まあそのメーカー、うん、パナなりソニーなり、うんうん、それをまあ啓蒙というかこう普及させていくんだったら、うんうん、やっぱりねこう作例っていうのが一番いいんでしょうね。そうと思いますよ、うん、そう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 、それが引き金ですよね、うん、そう、うん、みんなそこ探すからね、そうそうそう、 買う前にさ、うんうんうん、今の時代あの普通の Google とかだけじゃなくて、うん、やっぱりあの YouTube とかでも検索でこうするじゃないですか。そうですね、うん、特にカメラはそうですよ、うん、そうですよね、もろダイレクトだから、うん、ダイレクト、うんうん、情報がそこにあるわけですからね、うん、映像っていう、そう、だって買って何使うのって言ったら、うん、YouTube じゃないですか、うんうん、そうです、そう、 YouTube がなかったら買わないですよ俺、正直そうですね、うん、だって家で一人で見てたって悲しいじゃないですかやっぱり、うん、そうです、うん、誰か見てもらわないと、まあ、うん、うん、そうだね、それは僕らのまあ共通点ですね。そう、うん、全くのまあ、 あの閉鎖された、その別にアップロードしないとかね、うんうん、そういう方もいっぱいいるんで、多分ね、うん、いつかアップロードしようっていうつもりでかやってんじゃないかなと思うんですよ。んー、どうかな、違う、あんまりその、うん、世界に公開するっていうね、いや例えば自分のファミリーをね、うんうん、よそ様にこうやって公開するってことは、まあ、全然考えてなくて、あ、何かアーカイブとして、はいはいはい、その、まあ、一生、うん、自分のその子供、うん、娘なり息子なり、うん、成長の過程を極力こう綺麗に映して大画面のスクリーンで見るんだと、そうそうそう、うん、いや、いろんな多分用途があるんで、まだ、で、うん、その時に僕らのそういう作例とかを参考にされるだけじゃないですか、うん、あ、うん、あのなんかハンディカムとか、うん、その、うん、10万円以内のカメラだったら、ええ、まあ、そういう風に使うかなと思うんですよね、うん、自分も記録用のは別になんか使うんですよ、ええ、でやっぱ一応人様に見てもらいたいカメラってというのと、うん、まあ何て言うんですか、別っていうんですかね、うん、うん、やっぱだからこのなんかパナソニックの GH シリーズなんていうのは、うん、ただの記録用としたらすごいもったいない、うん、けど、まあね、やっぱいるんですかね、そんな僕からしたらめちゃくちゃ豪華でしょ、うん、みたいなまあまあそうですね、やっぱいるんですかね、うん、ハンディカムでやっぱ事足りるものを、うん、まあ、うん、あえてね、まあ、ちょっとこう使いづらい一眼とかね、うん、 うん、そういうものでやるってことは、うん、まあそれなりの趣味性をやっぱり追い求めてるとか、うん、記録にはだけでは終わらない、ね、うん、なるほどね、クオリティを求めてるとか、うん、うん、そういうのがあるでしょうね、きっとね。あ、な
るほどね、うん、本当ビデオ好きな人はね、ビデオ好きな人は毎年のようにこうハンディカムが出るたびに春先いつも買っては、うん、でまた売ってまた買って、うん、あなんか今回のやつはね 5.8 分の1型で画質悪かったなとかね、バンさんじゃないけど、うん、でいつか1型欲しいなとか、はい、これなんか買って口にいろいろやっぱ思うことがあるわけで、うんうん、でそういう、まあ、パパさんが、うん、まあ今回ね、うん、GH5 というのは 4K60p 出してきてる、うん、もうハンディカムでずっとやったけどやっぱ画質満足できないから、うんうん、ここらでちょっとね投資してみようかっていうのもあるかもしれないですよ、うん、もともと GH4 がそういう使われ方をしだしたって話なんですよね、うん、そうそうそう、そうなんですよね、うんうん、それはあると思います、うん、もうね2年ぐらい前によく見る光景やったのが、うんうんうん、ビデオカメラも首からぶら下げて、キャノンのでっかいのも首からぶら下げて、うん、両方いるっていう人がね、運動会とかでね、よくおられたんですけども、ねうん、いやこれは大変だなと思って僕は、うんあのうん、そんな二刀流はできなかったんですけども、運動会はもう GH4 でもバッチリですよ。あなるほどね、スチルと、まあ、ビデオも、ね、あそっか、うん、でしかもマイクロフォーサーズでいい望遠がありますんでね、140っていう、140ですよ。あそれすごいな、280ですね。運動会バッチリです、うん、あと催し物とかね、例えば、うん、あの結婚式とか、うん、のやっぱ望遠がいりますよ。ああ、うん、そうですよね、うん、はあ、自分がね、そんなあのなんていうんですかね、あの席から動けないようなところでも、あの神父のね、うん、ってなるほどね、まあ、披露宴会場だったら相当明るいでしょうから、うんうん、そういう使い方したこともありますね、うん、あただね運動会に限って言うんだったら、うんうん、やっぱね一眼よりもねあのハンディカムの空間テーブル補正の、うん、あのズーム、あっちの方が便利だと思いますよ。 あれ多分三脚いらずですよ。まあそうですね、うんうん、テレタンであの電気屋の一番端っここうね、うん、こういろいろポスターとか撮ってやったんだけど、はい、もうほんとね変なガクガクのブレないし、いやもう綺麗ですよ。すごいですね、テブレ補正ね、うん、テブレ補正すごい。運動会はそうなんですよね、あの三脚がね、うん、どうしても使えなかったりするでしょ。使えない場合もありますからね、一脚ぐらいね。あそうですね、うん、いや一脚なんかあのね手ブレ補正、空間手ブレ補正でやったらもうビタ止まりですよ、うん、きっと、ね、うん、やっぱりねあの 280mm のマイクロフォーサーズとかで手持ちだったらもう、うん、もう使い物にならないですわ。そう、あ、うん、三脚必須ですね、うん、一脚でも厳しかったですね、うん、入学式とかね、うん、一脚でやったことあるんですけどちょっとね、うん、厳しかったですわ。はい、でまあ、あの GH4 の話に戻るんですけども、はい、うん、結局ね、まあうん、バンさんもチラッチラって言ってたんですけど、うん、最終的に、まあ、僕ら、まあ、僕らはあのそういう YouTube というところで、うんうん、まあ、お披露目の場っていうのを、うん、まあ、求めてね、うん、まあ、想定して、うん、映像のなんかいい機材ないかなって物色してます。そういう、うん、まあ、ちょっと限られた人たちです、うん、なるほどね、まあ、そうじゃない方々もいっぱいいる中でね。あ、うん、そうですよね。で、うんうん、でその時に YouTube で、まあ、アップロードするその映像が、うんうん、この今回のスペックアップで何か進化するのかなって、うんうん、考えた時に、うんうん、4K60 ってアップできるんかなとかね、うんうん、6K っていうのは受け付けるんかなとかね、うん、まず僕ね、うん、これやりますわ。のヨドバシとかに行ったら普通に SD カードにね録画とかさせてもらえるじゃないですか、うん、店頭、はいはい、うん、それで撮ってきて、うん、で YouTube にアップできるのかどうか、うん、なるほど、発売されたらまずこれやります。あ、多分初日にやるぐらいの勢いで。 4K60 って再生できるんですかね、まずとね、そのバンさんのご自宅の環境でとテストでは再生できました、あ、できたんです、ね、それはどうやって作ったかっていうと、うん、4K30p の動画を、うん、無理やりじゃない、普通にアップコンバート的なコンバートして、うん、それは普通に再生できました、うん、そうですか。ただそれを YouTube にアップしたこともあるんですけれども、うん、うまくいきませんでした、う
うん、ああなるほど。なぜかなんか 720p とかなんかあれとか思うようなことになってしまって、うんうん、それがどうしても今のね YouTube の環境だと無理なんだったら、うん、今手に入れるのはちょっと早いって思うかもしれないですね。そう、まあでもねやっぱりカメラが先駆けで、うん、そういうスペックをまず出して、うん、で周辺の環境とか、まあ、記録メディアとかいろんなね、うんうん、その YouTube の仕様なり、ね、うん、それは後からついてきてもいいのかなって思うと、うんうん、まあ、数ヶ月後にはね、うんうん、まあ、いろんな人のこう要望を受けて YouTube も 4K60 っていうのをしっかりね乗っけられるようになるかもしれない、うんうん、そうなんですよ。 4K もいつの間にかでしたからね、なんか、うん、そうですよね、うん、うん、なんか初めて 4K 何みたいな感じでしたけど、いやできるんって感じで、うんうん、60、そうですよね、60p はあの結構大々的にアナウンスありましたけどね、うん、もう浸透結構してるんでしょうね、もう 4K、うんうんうん、そうでしょうね。最近僕も 4K ですってあんまりドーンと動画では言わなくなってきましたね。あもう結構自然な普通に、はい、うん、最初 4K 取り出した時は嬉しがって動画の最初に 4K ボーンとかってやったりしてたんですけど、もういいわとか思って、 あれ憧れますよ、自分持ってないんで今、うん、あの金色の、そう金色なんですよね、うん、そうあれがかっこいいなと思ってできないみたいな感じでいつもね、うん、そうあかっこいいなと思ってますね。やりましょう、うん、うん、やりたいっすね。これはちょっと本当あの10ビット、うん、はい、ちょっと10ビットのパナソニックの10ビットでオートフォーカスで、うん、どんな感じなんだろうね、本当すごいと思うな本当に、うん、うん、はい、じゃあね最後にね、はい、ちょっと、まあ、まとめとして1時間過ぎたんで、はい、うん、まあバンさんから、はい、このカメラ買う買わない宣言をちょっと一人ずつ、はい、うん、難しいですね。ですね、はい、僕は現時点では買いません、はい、まあ売ってないですからね、はい、売ってないから買えません春の時点で、うん、まず売り出しますよね、うん、いきなりは買わないです、うんうん、ただし数ヶ月後様子見て買う可能性はあります。ただそれもやっぱり家庭内リングというのがありましてですね、うん、なんかそうパッとはいかないっていう、はい、あのいろいろ事情がありますんで、うん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 、現時点ではそれも含めて、うん、買わないですね、うん、そうですね、了解です。私は現時点では、はい、買えません買おうと思っても買えません。うん、で買いたいかっていうと今の現時点でもやっぱり買いたく買うにまでは至らない、うんうん、って思ってます、うん、レンズが問題ですよね、まあうん、レンズの、まあ、まずハードルがあるのと、うん、だから結局ね、まあ、今回パナがこういう仕様のものをドカンと出してきたと、うん、でソニーの人間がどんだけ振り向くのかって言った時に、うん、いろんなハードルがあってまず、うんまあ、レンズをね、うん、マウントを変えるってことはレンズをこう売っ払ったりとかして、そうそう大変ですよ、うん、マイクロフォーザーに変えなくちゃいけないと、うん、それがまず1個あるのと、うんうん、で、それさえやれば全部あと良くなるんだよっていう進化だったらまだいいんだけども、うん、感度の問題、うん、AF の問題、うん、やっぱりねソニーにまだ及んでない部分、うんうん、ここについての言及がされてないんで、そうなんですよ、うん、だから手放しであこっちに行こうっていうふうにはやっぱソニーのユーザーからしたら思えないんですよ、うんうん、分かる、これがねやっぱり冷静な判断ですね、うん、そうですよね、うんうん、感度って結構ねビデオではね本当あのビデオライトが必要なぐらいに、うんうん、いろんなこう苦しい場面が結構あるんでね、うん、日常生活の、まあ、夜も含めて、うん、夜景とかね、うんうん、だからねそこをこう なんだろう変えてきたのがソニーなんで、うんうん、そういうのがあってまだその 4K60p っていうねそこのスペック、うん、確かになんかこう派手なスペックなんだけど、うん、今までやってなかったから、うん、なるほど、あのね一言だけいいですか、うん、GH4 ね、うん、晴れた日ねすっごいいいんですよ、あすごい質感出るんですよ、うん、天気の悪い日はね、うん、如実にねうん、あの不満足感がね出る場合があります。あ、
もう晴れた日の GH4 はもう最高ですわ、ほんまに。うん、すみません、以上です。はい、なんかよくね、うん、まあ少ないサンプルを見て、うん、それはバンサーの子じゃないですけど、はい、ソニーの色はこうだとか、うんうん、パナの色はこうだとか、うんうん、ソニーの色はね良くないとかあるんですけど、うん、あれって結局なんだろう、モードとかで全然違うからね。そうですよね、うんうん、そう、で僕とかがやってるログ、うんうん、のちょっとこう薄めの、まあ、うん、要は会長重視みたいな感じの仕上げ方をするわけですよ、うんうん、そう、あの色のサイドフォーワーが少ない、会長重視か、うんうん、そう、写真やる人でもね、響いたな、結構さ、うん、なんか結構なんだろう、まあ、僕はあんまり写真は天体写真以外やんないけど、うんうん、クロートの人ほどあんまりどぎついような、うんうん、色がこうバーンとこうはっきりしてるような写真って出さないんですよ、うんうん、そういうなんか思考があって、うんうん、でまあいろんなそういう方向性がある中で、うんうん、この会社のソニーの例えばビデオの色は、うん、薄いもしくは、うん、濃いとかで、まあ、この会社はすごくいいとか、うん、いやあると思うんだけど、うんうん、カメラでいろいろまず選択ができるっていうのと、うんうん、あと素材重視であえてこうなんだろう、あんまりこう化粧してない、うんうん、素材っていうのをこう吐き出してくれるのがありがたいって思う人もいるんですよね。あんまりこうあの塗り絵をしないでほしいとカメラ側 で俺がちゃんとグレーディングログの薄い状態からやるからっていう人もいるんですよ。でいろんな意見があるんで、うん、そこにね優劣ってつけれないと僕は思ってます。うん、本当ですね、うん、そうだからソニーはダメだとか、うん、まあいろんなことやってくれるこっちの会社の方がいいとか、うん、うん、僕あんまりそういうことは考えないし、ね、うん、そういう議論っていうのはいつも鼻で笑ってますあの、うん、そうそうそう、あの買う時のね、なるじゃんってタイミングとか、うん、そっちの方が大きいですもんね。そう、うん、なかなかね、うん、みんない、うん、いいですからね、はっきり言ってカメラ、日本のカメラっていうか、なんであの GH4 だって、うん、そういうソニーのカメラってもうみんないいカメラだから、それ難しいっすわね、はっきり言ってね。うん、うん、そうですね、ほんといいカメラ、うんうん、だから、うんうん、でそれで ね買える自分の持てる予算とか操作できる時間とかが限定されるから、うん、まあだから、はい、自分はこれになっちゃったみたいな感じぐらいしかね、なかなか判断できないですよね、うん、寂しいけど、うん、そうなんだよね。うん、うん、そうだってやっぱだってアルファ6300のやっぱ何ですか、うん、あのセンサーでしたっけ、スーパー35mm、スーパー35mm、うん、あれとかもすごいなんかちょっと優しいっていうか柔らかくも見えるような映像になるじゃないですか、うんうん、あれとかもすごいいいなと思っても、やっぱその自分はマイ、うん、あのブラックマジックをに慣れちゃってるんで、うんうん、だから、まあ、しょうがないですわね、うん、本当、うん、自分の使うカメラっていうのはね、そうなかなか、うんうんうん、だからね、うん、その絵作りというのをね、うんうん、一つの視点だけで評価すると、うん、すごくね、あの落ちりやすい、うん、まあ、落とし穴があってね。そうですね、うん、例えば、うん、くっきりはっきり色はっきり、うん、もうすごくカリカリにシャープネス、うんうん、というのが良しともしされるんだったら、うんうん、クロートの人たちがやるああいう会長重視の絵作り作風っていうのは、うんうん、じゃあどういう価値があるの、じゃあ全く価値がないのって話になる、うんうん、で逆にクロートの人たちから見たら言わせれば、うん、いやそんなねどんしゃりのね真っ黒、うん、で色もバーンってこう出過ぎてる、うんうん、そんなのはそこら辺に転がってるコンデジとかスマホでパシャってやったらそれ出てくる絵でしょって、うん、そんなの誰でも出せる絵じゃんっていうふうに思うんですよ、うんうん、でいろんなやっぱ意見があるから、うん、どっちがいいっていうふうには言えないんですよ。そうですね、うん、そう僕も一時写真をこう上達でいろいろこうやっていくに、うん、あの中で、うんうん、いや難聴がいいんだとかね、会長重視がいいんだとかいろんなこと言ってきたんですけど、うん、今は、うん、あのニュートラルに落ち着いてるんですけどね。あ、うん、ただ自分の好みってのありますよ、うん、そうそう意見としては、うんうん、こっちがいいんだこっちにすべきだっていう意見は言わないようにしてるんですよ、うんうん、そうですね、そうだからこの会社の絵はこうだからああだとかねいうことは言わない、うんうん、でもしね、はい、まあ
100人いて人が、うん、評価者が100人いて、うんうん、どんしゃりのこうくっきりはっきりが好きっていう人が50人いて、うんうん、いやなんかこうあの忠実で、うん、薄味でもこう会長が豊かなものそういうのがいいっていう人が50人いるとしますね、うんうん、そしたらやっぱりねどっちによるっていうのもね万人受けっていうことをもし目指すんだったら、うんうん、やっぱど真ん中をつかなくちゃいけないんですよ、うんうん、だからこの人にもあのどんしゃりの好きっていう人にもディスられたくない、うんうん、でクロートに会長重視っていう人にも文句言われたくない、うん、どうしようって言った時にね、どうしようって言った時にどうなるかっつったら、うん、ど真ん中をつくわけですよ、ね、うん、でもねじゃあこっちにもディスられたくないこっちにも言われたくないっていうこうずっとこうやっていくとどうなるかっていうと、うん、個性がなくなっていくんですよ最終的に、うん、そうですね個性がなくなる、うん、そう、うん、映画の動画とか見ててもやっぱありますよね、うん、この監督はこういう感じで出してくるしこの監督はこういう感じで出してくるっていう、うん、そういう最終の個性最終のアウトプットの個性っていうのが、うん、やっぱキャラクターとしてこう、うんうん、楽しみたいし、うんうん、だからそのドンシャリでもすごいいい映像を出す人もいるですからね。そうそう、うん、どっちがアカンっていうのはないですかね。なかなか難しいですよ、うん、それは判断できないねなかなか、うん、って僕は思ってますね。まあでもあの本当ねお世辞抜きにしてですね、うん、でも僕は、うん、どっちか言ったらねドンシャル系が好きなんですけれども、うん、この僕がよっちゃんの、ねうん、映像を見てね、うん、いいなと思うんですよ。だから、うん、いいとこついてきてあると思うんですよ本当に、うんうん、いや今さっき言ってたよっちゃんね、うんのうん、ど真ん中をつくっていうのはつけてますよ、うん、本当に。そうですかね。いや、うん、まあ僕は自分の自己評価ではやっぱり何丁目だと思うんですけど、何丁目というか、まあ、体調ももちろんありますし、うん、で何丁だなって思う時もあります、うん、ですけれども、うん、もうなんていうんですかねやっぱり情報量が動画の中に詰まってるなっていうねそういうありがたみがね、うん、動画の中にありますわ。あのやっぱり色がバーンとか飛んでたりとかなんか残念なことがあんまないというかね。ああまあログ使ってますしね、うんうん、そこはね、うん、ちゃんと調整してね、まあ、この辺の色に合わせ持ってきたらね、うん、あの会長豊かになるなというふうに調整してはるからこうなると思うんですけれども、うんうんうん、そうだからやっぱねあの評論家映画の評論家で、うんうんまあ、今宮下さんが言われたように、うんうん、こっちになんかなんていうかな個性を出すと叩かれ、うんうん、で逆方向に、うん、なんか個性出してもこっちはこっちで叩かれ、うんうん、で今度はじゃあおとなしくしてようってね、うんうんうん、叩かれないようにこう個性をこう殺してても、うん、それはそれでつまんないって言われ、うんうん、どうしゃいいのっつって、うんうんいう話になるわけですよ。結局個性がなくなっていくんですよ。そうやってこう批評を真に受けてると。そうですよね、うん、叩かれることをああなんかこう叩かれただから自分こうしようとかって、ね、この人にはこうやって言われたって、うん、女は叩かれても気にすんなよって言われたって、うん、どうしようって、うん、もう最終的にこう個性がなくなってあじゃあもうやめるかっていう話になるわけですよ。うん、そうですよね。うん、うんそう、それもね写真の批評とか映像の批評とかでも一緒ですね。うんなるほどね、うんうん、やっぱだからそこに僕は真理ですか。天文もそうですね、うん、だから僕がもし何か人に批評する時っていうのは、うん、やっぱりなんかこうエラーとか、うん、明らかに白飛びが、うんうん、もうしすぎてるとかね、うんうん、真っ黒の黒粒でばっかりだとか画面全体が、あ、うん、そうそういうのは言いますよ。うん、まあ多分その作ったカメラマンの人はそうじゃないだろうみたいなもののレベルですよね。うん、そう、そういうのは言うんだけどね。うん、そうですね。だけどなんか難聴だからあかんとか、高聴だからどうだとか、うん、色が薄いからとかそういうのはね言わないです僕は。そうですね。なるほど、うんうん。やっぱキャラクターっていうのがありますもんね。うんそうですね。うん、そう、あの平均美ってよく言うんですけどね。あ、うん、女性の日本人の女性の顔を、うんうん、合成写真かなんかで、
全員まあね何千万人いるか分かんないけど、うんうん、全部こう加算平均して平均を出すとそれはすごく美しい顔だという、はい、うん、平均美って言うんですよ。うん、アンドロメダ大星雲っていう銀河があって、うん、100人の人が処理してこういう色だああいう色だって、いや俺は青だと思う、俺は褐色だと思うとかね、いろんなことをこう言って、でそれを全部100枚コンポジットして加算平均取るとものすごく理想のリファレンスの、うん、イメージになるわけですよ、うん、美しいイメージになるわけですよ、うん、だから平均をとらまえるというか、うん、どっちにも個性が偏ってないど真ん中っていうものを、ベースに置くというのはすごく大事で、なるほどね、うん、でそこをベースに、じゃあ、まあ、あのちょっと主張する個性を意図的に出すと、そうですね、うん、そのベースが分かってないのに、もう俺は我流でこっち行くんだ、あっち行くんだって、その真ん中が分かんないのにね、そうそうそう、っていう人が多い、うん、それもったいないんですよ。僕もそれかもしれない、うん、なるほど、分かってきたぞ。もったいないと思う。例えば音楽で言うと、はい、なんかあれですよね、フリージャズに行っちゃうみたいな。うん、そこまで、そこまで行かなくたっていいじゃんみたいな、うんうんうん、ものもあるし、そうそう、一回ニュートラルにして、ちょっと、変えるっていうところがおしゃれですよね。うん。うん。うん、そうですね。うん、そう本当にね思いますよ、うんうん、あ、ところでですね、宮下さんの購入宣言は、ああ僕ですか、はい、よっちゃん聞いてもいいですよね、すいません、ちなみに GH5 は、まあ、自分もレンズ、このレンズしか持ってないんで、欲しいっちゃ欲しいですね、やっぱり、欲しいけど買うにしても3ヶ月後なんですけど、うん、自分もああうん、やっぱその10ビットのあれですね、うん、どこまでグラデーション肌とか、うん、そこをどのぐらいやれるかっていうことが気になるのと、うん、あと 6K っていうのはやっぱトリミングしたい、うんうん、でそれで20万円だったらちょっと高いかなと思いますね。そうだね、そうそう、20万円だったらちょっと、うん、やっぱだからオートフォーカスのこともどのぐらいなのかっていう、うん、分かんないから、ね、そうなんですよ、うんうん、そうか、そう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 、うん、まあ今ね皆さん、うん、まあ僕は買わないというか、まあまだちょっと様子見、はい、すぐ買うわけではないと、うん、マウントがそもそも違うからね、うん、僕の場合はね、うん、一番遠い存在なんで、そうそう、一番遠いですね、うん、でまあバンさんも、うん、まあ買うかもしれないけど今はまだっていう、そうですね、うん、で宮下さんは買いたいけど、まあ、3ヶ月後に、そうですね、うん、買うで結局、うんうん、こういう方々がね、うん、発売日には買わないけど、うん、みんなのレビューを見ながら、うん、参考にしつつ良ければ買うという人が多分、うん、結構多いと思うんですよね、うん、でしょうね、うん、まあもう発売日に買いたいですっていう人もね、うん、それはいるとは思うんですけども、うん、そうですね、そういう人って結構、うん、様子見の人は多いと思うんですよ、うんうん、で YouTube でこれを買われる方、うんうん、多分いると思うんですよね、うん、そうでしょうね、うん、YouTube 絡みなんか特にね、多いでしょうね、発信者は、うんうん、発信者は多いと思うんですよ、うん、だからねやっぱ、うん、まあいろいろこう散々ね、うん、こういうスペックとかってこう語られてきたんで、うんうん、やっぱりこうその 10bit なり 4K60fps なり、うん、そこら辺がちゃんと見て取れるような、うん、作例を見せてほしい、そうですね、うん、そこが願いですね、うん、ああやっぱりいいんだなって、うんうんうん、でもね難しいと思うんですよこれ作例で10ビットを示す、うん、そうですよ、うん、本当に、うん、10ビットを示すとかあと 60fps の、うんうんうん、その PC の環境の問題もありますしね、うんうん、そうね多分ね映像作例的な、うん、ちょっと作品的な感じで見せるのは多分難しいと思う、うんうん、だからね比較をするんですよ30のパラパラと60のヌルヌル、うんうんうんこれ同じ 4K だけど違うでしょっていうのはこれ多分できる、うんうん、スローモーションでもこんだけ違うんだよってできる、うん、で10ビットは結構なんかグラデーションのああいうね、うん、繊細なものを取ってこう比べると、うん、8ビットと10ビットの違いを比べるとか、うんうん、そういうレビューはね、うん、ちょっとやられた方がいいと思いますよねせめて、ね、うん、やる人いるでしょうね、うんうん、そういうのがあったらすっごい参考になるね買う前の人は、そうですね、うん
でさらになんか素敵な映像作例なんかあったら最高ですよね、うん、そうですね、うん、そういうのが最終的にね、うん、あの官能的にこう人の心を押すわけですよ、うん、買おうって気にさせるわけですよ、うん、そうですね、うん、検証レビューっていうのは綺麗って思うんじゃなくて、うん、ああやっぱりこのカメラはいいんだなってこう、うん、理知的にそう思うわけですよ、うん、理性でね、うんうん、だけど感性で、あ、やっぱ美しい映像だな、このカメラで撮ったんだ、それはありますね、いいなって思わせたいですね、うん、GH4 を買った動機の、うん、もう一番の理由はそれですね、うんうん、そう、うん、作例があったからなんですよ、そうでしょ、うん、で比較検証レビューっていうのは当然見たいんですけども、うん、それはただ頭で納得するだけのものであって、うんうん、だからこれを先駆けて買う YouTuber の人柱の方っていうのは、うん、やっぱ美しいものをやっぱ見せてほしい、ね、そうですね、うんうん、あとね僕うん、ローパスレス、うん、それ対応してほしいんですよね、ローパスレスって何ですか、なんかあれですね、その光を、はい、あの全面的に吸収するなんか機能っていうんですかね、あれちょっと自分はまあハード弱いからあれなんだけど、うん、そのちょっと遠慮してんですよ、うんうん、ローパスレスじゃないのは、でローパスレス対応っていうのは、うん、全部の光をこう処理するっていうような、 そんな風に俺は思ってるんですけど、つまり、うん、普通のデジカメにはもう大抵ローパスフィルターがついてます。ああ、そうそう。うん、でモアレの発生とか、うん、そういうなんかほら細かいね、うん、網とか、うん、ほら、うん、網戸の網あるじゃないですか。はい、ああいうのをなんか細かく撮るとね、うんうん、変なこう偽色とかラーメンのなんか、うん、あの模様みたいな丼のね、ああいう変な色にこう化けたりとか模様がついたりするんですよ。うん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 、でそういうのを避けるためにローパスフィルターっていうのがあって、うんうん、センサーの上に、まあ、あの常備というかもう大体ついてるわけです。それはデジタル的についてるんですか、それともハードウェア的に、デジタルカメラハードウェア的に、ああそうですか、うん、ローパスフィルターね、うん、でそれを、外すっていうか、もともとつけてないローパスレスっていうねモデルがあって、うん、それなりの周りとかそういうものの対策をした上でのね、講じた上での、うん、そのフィルターなしにするとですね、解像感が上がるというか、まあ本来あるべき改造になるんですよ、うんうん、その絵が好きなんですよね、あのなんで好きなのかっていうと、うん、白いところのその突き抜ける、うん、この白さが、うん、あのすごい好きで、うんうん、あの OMD なんだよ、僕が使ってるあの EM5、うん、Mark II っていうのはローパスレスなんですけど、うんうんうん、それがね、うんうん、やっぱなんかこう好きな理由なんですよ、自分がそのカメラを使っている、うん、で動画もそれができるんですよね、うん、だから GH5 もそれがあの入ってくれたらすごく嬉しいですね、うん、そうだね、そうそう、僕はあのちょっと難しいことはわからないんですけれども、うん、まあ、とにかくあこういう作例というかねの映像を上げている人がいるんやっていう風なものが上がってきてから考えるっていう、ね、いやでもそっち派なんですよ、うん、それで購入っていうのはいいですよね、そのじっくりあの、そうそうそう、うん、そのぐらいの方が、うんうんうん、そう結構ね、うん、ロマン派の人が多くてね、うんうん、スペックのまあ要は頭でっかちな人の方が、うん、まあ、案外少数派で、うんうん、あ、まあ、女性の方も含めて、うんうん、やっぱりね人はね美しいっていうものを見て、うんうん、そこでこう心が衝動的に動くわけですよ、そうですよね、うん、そうだからやっぱ美に働きかけてほしいと、うん、いいですね、バンさん、うん、バンさんも多分その派だと思うんですよ、そうですね、GH4 買った時も、うん、ね、理屈でこれはスペックがこうだからとかっていうふんじゃなくて、うん、やっぱりああこれはすごいいいなっていうもので見せられて買ったんだと思うんですよ、うん、そうです、それも一人や二人じゃなかったんですね、うん、GH4 の場合、そうですよ、うんうん、そう何人かおられて、そう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 、でもむちゃくちゃたくさんじゃないですよ、うん、何人かだったんですよ、うんうん、そうですね、まあでも GH5 はもうすごいユーザーがいるでしょうね、うん、まあ GH4 があの、うん、YouTuber の中でね流行りましたからね、うん、そう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 、だからそう、あ、出てそういう作品見るの楽しみです、うん、自分、うん、ですだから、うんうん、いろんなね、うん、まあ、GH4 を持ってた方が、うん、5に乗り換えるっていう方はいらっしゃると思うんで、そうですよね、うんうん、まあ、 あのいろんな検証レビューはあると思うんですけど、うんうん、やっぱり
そう、美しいものを見せてほしい。見たいですね、うん、見たい、うん、カタログ載ってるのテキストで分かるものは、うん、理解できるものはもうネットで今でも分かってるから、ね、そうですよね、うん、それを1から10までこう多分、ま、もう見ないと思う、それは。うん、うん、いいですね、うん、うん、メーカーのサンプルって結構あのいろんな理想的なロケ、あのライティング、そういうものでやってるんで、ね、僕はメーカーのサンプル動画ね、うん、あの参考にはしないんですよ。ないですよね。それはね、本当ね、安いコンデジでもね、すんごい綺麗なやつを撮ってるんだよね。プロが撮ってね、もうこねくり回して、うん、あのもうドンピシャのやつを上げてきてはるんですよ。うんね、そうですよね、うん、できればゲリラで撮った、うん、その映像の方がいいですよね。そう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 。そういうので美しく、そう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 、でかつその、ね、特徴的な機能がちゃんとね、うん、そうそう、ああ生かせてるなっていうのがあったらもう最高ですよね。そうだ、ライティングはもう特別やんないで、うん、そう自然光だけでやってる、そで、うん、そんでこれ美しいみたいのを見たいですね。うん、あの YouTube はそれが見れるんですよね、うん、そこら辺の人がうん、GH4 を撮ってはる映像がゴロゴロあるじゃないですか、うんうん、そうですよね、なるんですよ、うん、普通に撮ってこれなんやとか、そう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 、うん、そうだね、うん、すごいですよ、うんうんうん、本当に、うん、そうだ、今も GH4 見てても、あの α6300 見てても面白いですもんね、うんうんうん、自分両方とも持ってないけど見てるだけでも、うん、うわこれすごいとか、うんうん、面白くてしょうがないですよね。そうですね、うん、うん、だちょっと GH5 楽しみですね、うん、うん、ですね、楽しみ、ね、楽しみです、ね、本当、うん、本当、いやいいですね、でソニーとねぜひ拮抗してもらいたいですね、いい競争してほしいですね、本当、うん、うん、良きライバルでいてほしいですよね。そうそうそう、うんうん、だからまあ各社がね、うん、ソニーとパナがもう一生懸命ね、うん、こうしのぎを削って頑張るとこう戦ってると言うんだったら、まあそれを使うユーザーもね、うんうん、やっぱり頑張ってそれに追いついて、うん、でいいものをこう出していくと、そうですね、うん、でそれをやっぱり見せてほしい、うんうん、見せたい、うんうん、とかそういうものがあってね、うん、初めてこのカメラのなんかこう業界がこうインターアウト回っていくわけで、うんうん、だからそんなもし手に入れたらやっぱりね、うん、まあそれを機にね、うん、いいものをまあ作るなり、ね、そうですよね、見せてほしいなって思いますね。そうです、うん、そういう発信者のね、そうそうそう、うん、レビューを、うんうん、カタログ並べただけだったらつまんないから、うん、そうそうそう、そこはちゃんと見たい、美しいものを見たい、うんうん、見たい、そう、逆に言うと、うんうん、どんだけリズムでこう言われても、うんうん、まあ僕みたいな頭の硬いおっさんは納得しないけど美しいものを見せてさえくれれば、どんだけ普段リズムで言ってる人たちも、うん、納得しますよね、いいなって思うんですよ、うんうん、ほろっとね、うんうん、そうなんですよ、結局そうそうそう、うん、美という武器はねもうほんと強力ですわ。そうですよね、うん、美しいというものもうそれしか自分も頼れないですよ、あのし分かんないから、うん、ちょっとハードあんまり、そうそうそう、うん、あこれ綺麗だなみたいな、うん、じゃないと、うん、判断できないですよ、うんうん、あとね、うん、そう、それで思い出したんですけどね、うん、いやまたちょっと話が長くなってすみませんけれどもね、うん、GH4 を買うもう一つの動機がね、かみ、うん、さんが GH4 の YouTuber の方の映像を見て、うんうんうん、これ綺麗やなって一言ポロって言ったんですよ、うんうん、なんか一味違うんやなっていう風にね、あその時思ったんですよ。何のカメラの知識もないんですよ、カメさん。で、この人の映像綺麗やん。このだ、うん、何のカメラ使ってはんのとか、あ、うんうんうん、このカメラにしようかなと思ってるんやけれどもとか言って、うんうん、いう風なのも家庭内林業ね通すね大きな武器だったんですね。うんうん、ああなるほどね。あいいですね、うん。そうそうそう。うん。うんうん、いやいいですよ、あの美しいっていうものを作るっていうことは本当にね素晴らしいことですよ、うんうんうん、それが創出できるんだったらそれ以上の武器はないから、ね、そう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 、どんな理屈よりも知識よりも、うん、そうですよ、勝る、そうそうそう、うん、そういうもんですよ、やっぱ、いやそうですよ、うん、そうあるべきですよ、そうそう、今でも憧れてますよ、うん、美しいものをね作る、うん、過去の歴史的な方々の作品見てもね、うん
そうだから美しいものをこう生み出すというね、うんうんうん、そこがやっぱまあクリエイターとしての楽しみだし、まあ難しいところなんですかね。うん、うんうん、そう、うんうん、そうですね、いいですね、うん、うん、そうね、うん、まあ、うん、YouTube で、はい、まあ僕らね、まあ、特にバンさんなんかね、うん、YouTube で発信される機会多いですよね。そうですね、そう、まあやっぱそういうのはやっぱ発信者側としては思います、ね、もうフル稼働ですよ毎日、うん、そうですよね、うん、そうそう、あのね、荒削りでもいいんですよね。僕はそうです、うん、荒削りでもいいから、うん、まあ取っていくと、うん、自然界に美しいものはいっぱい落ちてるんで、うん、よっぽどピンボケ毎回ピンボケでしたとかそんなことさえなければ、うん、美しいものは落ちてるんですよ、うんうん、別になんか変にあのグレーディングこねくり回す必要ないんで、そうそう、ぜあとね、うん、なんかね、全部美しくなくたっていいんじゃないですか、うん、あのなんていうの、うん、カメラマンが全部美しいのだけ出さなくても、うんうんうん、そうそう、あの真実のその性能を見たいっていうのがあるから、ね、そう、ラフなものを作品を出して、うん、たまに美しいの出して、うん、そのぐらいでいいんじゃないですかね。うん、まああの世の中のもの全てが美しいって言ったらそれは嘘になるんで、大変ですよ、うん、それはそだけど無理無理、うん、そう無理、うん、だけど美しいものがあることも確かなんで、うん、そうです、うん、だそういうのもひっくるめていろいろ見せてほしいってこと、うん、そうそうそう、見せたい、毎回は無理ですけどね、うん、本当そう、うん、うん、そういう方向でいたいですよね。うん、なんせカメラ買ったら箱から出すだけじゃなくて、うん、やっぱ外に出ないとね。そうですよ、うんうん、いやそれはそう、それはそうですよってね言うんだけどね、なかなかそれがね、うんうん、だってそうじゃないこともある、撮るために買ってるんですか。いや多分そうだけど今年はなんか雨が多いじゃないですか、うん、台風とか、うん、連休ね、そうでしたね、うん、だからチラッと撮りに行きたいなってでもですよ、雨降ってるなみたいな感じになっちゃったらね、うん、まあまあいろんな言い訳の理由あるんだけど、だけどいっぱい、まあ、持ち出せますから、ね、うん、いやそれは本当、うんうん、いや本当よっちゃんばんさんにね見習うべきことは本当多いですね、うん、僕はだって稼働させてますから、ばんさんもそこはやってますから、ね、そうですよ、うん、そうそうそう、そのストイックさ、ね、もう貧乏症なんだよ、いやストイックじゃない、貧乏症だから、もうそんな使わないんだったら稼働率低いんだったら売っ払いますよ僕は、うん、だからアルファ 7S2 最近悩んでます、あら、あ、うん、あ、なるほどね、稼働率が低いから、うん、うん、そう、高価なカメラですしね、ねえ、うん、いつかは売るだろうっていう、まあ多分6300は売らんでもいいかな、ああ、うん、そうそう、うん、そりゃそうですよ、6300売っちゃダメです。いや、いいカメラっすね、ほんとね、うん、まあね、すごいね、ほんと、うん、うん、本当ね、こう今年はあの1台のカメラを、6300というカメラを、うん、なんかいっぱいこう使う年、うん、うん、1台のカメラとこう向き合ってね、うんうん、いろんな仲間ができたりとか、うんうん、あ、いいですね、うん、楽しいですよ、うんうん、いやなんかそうじゃないと集中できないし自分は、うんうん、そうですね、ちょっとね、あんまりユーザーいなくて寂しいんですけど、うん、BMPCC ですか、そう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 、あ、でもやっぱ向き合いたいですね、うん、うんうん、もう本当にオートフォーカスもできないですけどね、すごいですよね、本当寂しい、うん、そこがいや だからこそちょっと GH5 は欲しいんですよ、うん、やっぱオートフォーカス、うん、気になってんですよね、うん、まあその辺の情報も、まあ、今は多分ないとしても、そうそう、うん、続報的にまあ今度は噂レベルでまた来るかな、ねえ、うん、うん、でもあんまり変わってないだったら多分直前まで来ないし、うん、ああ、うん、いい噂だったらやっぱね、うん、メーカーもこうリークさせたくなるけど、うんうん、あんまり変わってないんだったら、うん、あ、なんかもう発表のね、うん、最終発表の間際で、うん、まだ全部だってあれでしょ、うん、開発発表したってわけでしょ、そうですね、開発発表、ね、だからまだ仕上がってないわけですね、きっとね、ああそうでしょうね、うん、うん、そう、うん、ね、いやでもあれですよね、アピールしましたよもう、ね、そう、あのほら、うん、EOS の 5D のなんか最新出たじゃないですか、うんうん、あ、はいはい、その後ですもんね、うん、だからメーカー、うん、パナソニックとしてはこうそれが出るのを待っててドーンって
ああれできたからこれで出るっていうような感じで出したんだよね、うんうんうん、そうですね、だ 自信持ってんでしょうね、うん、だからねそれなりに、うんうん、僕的にはですね例えば、うんうん、あともう一押し欲しい機能で、うんオートフォーカスの改善とあーは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 ーテーブル補正どっちかと言われれば、うん、オートフォーカスですね、うんうん、あそうだね、うん、よりなんていうかなあのベーシックな部分だからね、うん、オートフォーカスっていうのは切実な問題なんですよ、うんうんうん、そう、うん、ベーシックですよ、うん、まあ要はあのできて当然的 な, そうなんですよ、うん、ベーシック、うんうん、で五軸手ぶれっていうのはちょっとこう、うん、なんていうかな付加的な、うん、できたらいいねっていう感じなんですよ、うん、AF っていうのはもう本当ぶどまりというかその失敗、うんうん、素材になるんでね、うん、そのまんま、うんうんそうだから AF はやっぱり精度高まってほしいですね。高まってほしいですね、うんうんうん、そればっかりは本当発売されてしばらく経ってみないと真のね実力っていうのは分からないと思うんですよ。そうですね、うん、いくらあのカタログスペックでね、うんうん、夢じゃないあの、うん、AF の即興点がどうのこうのとかいろいろ情報出てきたとしても、うんうん、実際にねユーチューバーの間で、そうこれはあの改善されてるぞっていう風に広まってないと、うん、本当にオートフォーカスが改善されたかどうかってのはね分からないと思いますね。うん、いやもうなんかな、うん、俺 70D 以降全く分かんないですね、うん、オートフォーカスの。だからアルファ6300のオートフォーカスがすごすぎるんですよ本当に。そうそうそう、アルファ6300だと分かりやすくて、おこれすごいっていうのは分かるんですよ。うん、そのぐらいまでやってくれたら、うん、あの本当僕でも分かるから嬉しい。うん、そうですね。そのぐらいやってほしいですね、うん。だって普通に顔写してるだけで、うん、なんでそこで外すにゃっていうことが本当によくあるんですよ。へえ、うん。あのでもアルファ6300本当にないですよねあれね。ね。ああね。うん。うんあれすごいっすよね、うん、やっぱ、うん、そのぐらいまでやってくれると嬉しいっす、絶対買いますね、そしたらね。いやだマイクロフォーサーズのレンズしかないんで、うん、それはもう待望ですよ、うん、いやまあセンサーサイズ小さい方がね AF はまあ、いいですね、大体こう良かったりしますからね、うんうん、不可能なものじゃないんでね、うん、自分はもうセンサーサイズは全く気にしないんですよ、うんうん、あのもう分からないから、なんか、まあ、フルサイズってまあいいんだよねみたいな、そのぐらいの気持ち で,、うん、であとは没頭したいですね、撮影とか作品に、うん、はい、うんうん、だってなんかその G7 で本当にいい作品あるんだもん、うん、だから十分ってことですよ腕があれば、うん、うん、そうそうそう、だから、うん、それでオートフォーカスがね、うん、GH5 が本当6300ぐらい追尾しちゃう、うんうん、いやーそれは本当に最高ですね。最高ですね、うん、だったら、うんうん、まあ、ただ今のところの情報だと厳しいかなと、はい、いや隠しててほしいですねそれね。本当ですね、隠しててほしい、できないんじゃなくて隠しててほしい、今からソフトウェア的にでもいいから頑張ってほしい。頑張ってほしい、うん、ええ、はい、わかりました、はい、ちょっともうあの切りたかったんですけど、ね、もうなかなかこうブランクがなかったんですいません、はい、ちょっとあんまりこう1時間遠に超えてるんで、うん、だって1時間41分になっちゃった、はい、うん、はい、だからもうここらで終わりましょう、はい、うん、またお願いします、ありがとうございます、はい、GH5 のまあね、あの発売に期待してということでね、はい、最後は、はい、締めくくりましょう、ありがとうございました、はい、本日はありがとうございました、はい、はい、失礼します、失礼します、はい。